はい、どうもゆたです。今回はちょっと筑波サーキット1000に来てるんですけど、プロワイズさんの壮行会なんですけど、はい、で今もう準備がちょっと終わったところで、これから、まあ、9時から1本目走行なんですけど、まあ、目標としては40秒切ることが目標です。多分気温的に車的に行けるんじゃないかなと思います。ちょっと自信があります。はい、日本の時は40秒切れなかったんで、今回はちょっと切りたいなって思ってます。40秒切れなかったらちょっと一発芸やってあげてもいいかなぐらい自信あるんで、まあちょっと見ててくださいよ。はい、今回の走行会はちょっとね、室内にポンダーしてということで、今回はこちらにがっつり入っております。楽しみだな。そういえば前回日光走った後からちょっとタイヤ多分見せてないんですけど、こっちが左フロント入ってたやつ、外がやっぱり結構減ってるね。でこっちは左リアに入ってたやつか、外結構、あ、右リアか、で右リアって一番使わないんで、左、あ、右回りで、まあこんな感じですね。真ん中はかなりまだ水あります。で一番右リアにあるやつを今回は左のフロントに持ってって走る予定です。難しい。1コーナーがとにかく難しい。
ず、まあちょっと2本目もう一回走って様子見たいと思います。多分ちょっとね突っ込みすぎなところがあるんで、もうちょっと丁寧に進入して、もうちょい丁寧な脱出を心がければまあ40秒後は切れるかなとは思うんだけど、ちょっと39秒遠いなっていう感覚です。はい、上がっちゃってるんできつい。あと温度類、まあ、100度いかない98度ぐらいと、ブーストがね瞬間的に 1.75 ぐらいかかっちゃってるから、ちょっとブーコンで抑えたいね。で4は110、まあ優秀ですね。はい、こんな感じです。2本目が終わって、でタイムがね40秒518でタイムは上がったんですけど、でまあちょっとね1コーナーをうまくなったなっていうのはあります、感覚的に。でただ気温が上がって、他の人39秒入ってた人たちがみんな40秒台ぐらい落ちてきてるんで、もう気温的にもう伸びない、ちょっときつい。で中でまあ縮められたんで、ちょっと気温を言い訳に気温が言い訳です。いやー厳しいな。しかも2本目 GoPro でオンボード取れてなくて、ベストが悔しい。もう今20度ぐらいあるんで気温が、まあ40秒3とかぐらいまでは出せるかな。もうブレーキもヒーヒーだし、あのタイヤがもうズルズルすぎちゃってっていう感じで厳しい。なんだよその顔、39秒出せないのみたいな。いや厳しいね。はい、っていう感じです。ハンドルずれちゃったみたいなんで外から見てもらってたんですけど、やっぱ1コーナーのね進入の車の向きの変え方が下手くそで、
多分向きグッて変えてアクセル踏めればそこで縮められると思うんだけど、どうもうまくいかないっす。厳しい。ハンドル切るのは今分かる。ちょっとね、一発芸をあのコメントでいっぱい書いてください。募集します。はい、結構ねやっぱ気温が高くてね、ちょっとブレーキもきついし、もうタイヤも垂れちゃってちょっときついね。だいぶちょっとタイムは縮められたけど、ちょっときついな。気温晴れすぎちゃって、最後の4フィート目最後終わって40秒362、とりあえずはまあこれがベストです。で、まあ気温上がってきた中で最後タイム縮められた要因はカン君がね、あのさっき1コーナー見ててもらって、やっぱこう進入がうまくない、でもうちょっと、まあ、止まるブレーキをしすぎてたので、曲げるブレーキをちょっと足りなかったので、それをねもうちょい曲げるブレーキに意識してやったらちょっと入りが良くなったのかなっていう感じかな。いやー、40秒切れないのは不本意だな。左フロントで一番まあ負荷がかかる場所のタイヤなんですけど、やっぱねもう気温も高い20度なんで、もうこんだけまあ溶けてんのと、やっぱ外のショルダー外側がきついですね。はい、で内側もまあこんな感じでね、カスがすごいです。はい、マジで暑いで、本当に暑いからね、ちょっとパッドがもしかしてこう炭化しちゃってるっぽいね。これもうダメかな、ま、パッド高いんだよ、これ3万ぐらいするんだよ、まずいね。ちょっとこの気温、この気温マジちょっとタイム言い訳していいよね。もう10度低かったら39入ると思うんだけど、うわ悔しい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 。こんな感じでね、ブレーキもまたさらに黄色くなっちゃってね、いやーくっそー、入れたかった39、くっそしょうがない、一発芸募集してるからっていう感じで今日は終わりです。はい。